キンプリヘイヤ耀驚愕の36番人動員。三宅県も駆けつけた感動のインスタライブ。皆様、こんにちは。今回は元キングプリンスへの輝かしいスター、平野紫耀に関する素晴らしいニュースをお伝えします。彼の最新のインスタライブ配信が、どれほどの注目を浴び、感動を生み出したか、じっくりとご紹介いたします。 突如として、元キングプリンスへの一員である平野市要が、自身のインスタグラムを通じて、驚愕の人数を動員するという出来事が起きました。彼が所属する新たな会社、株式会社トベ、トゥービーへの合流後、初めての単独生配信が実現しました。その興奮冷めやらぬうちに、約36万人もの視聴者がたった5分の間に集結しました。 午後4時半、ライブ配信は始まりました。平野耀は、サングラスを前髪にかけ、爽やかな笑顔で登場。彼は、こんにちはからこんなお盆中に、俺もやりたくて、昨日マネジャーと話して決まりました、と挨拶しました。さらに、髪切ったの気づいてくれないじゃん。襟足16から17センチぐらい切ったよ、と、ファンに身の周りの変化を告げました。 それに先に合流した三宅健も生配信の部屋に登場。平野紫耀は感謝の意を述べつつ、ありがとうございます健君、と声をかけました。この温かな交流はファンたちにとってはまさに感動の瞬間であったことでしょう。しかし、ライブ配信はそれだけで終わるわけではありませんでした。平野は苦手なもの。 雲が部屋に出てきたことに驚き、そしてファンとの楽しいトークを繰り広げました。配信が始まってから約45分後、平夜はトイレに行くというシーンも、これらの些細な瞬間こそがファンたちに平夜の人間味を感じさせ、彼との距離を一層近くしていたのかもしれません。そして配信のクライマックス。平野仕様は夜どこかスケジュール探してやるよ。 決まったら早めに連絡する。ストーリーズに載せるね。じゃあ、平野仕様でした。と、二度目のインスタライブを告知しました。その言葉によって、ファンたちの胸には、再びワクワク感が広がりました。平野仕様のインスタライブ配信は、36万人の視聴者を魅了し、感動を呼び起こしました。彼の元気な姿、温かな交流、そして驚きの瞬間が、 ファンたちの心をつかむ要因となりました。そして次回のインスタライブへの期待も高まっています。これからも平野仕様の輝く瞬間に注目です。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただきありがとうございました。平野仕様の魅力的な一面を少しでもお伝えできたなら幸いです。彼の活動に目が離せない今後にもどうぞご期待ください。